カオアンダフルクイズは、1956年1月から1962年6月1日まで、日本テレビで放送されていたクイズ番組である。それ以前にも1954年8月から1955年12月まで、シルエットクイズと題して放送されていた。放送時間は毎週金曜19時30分20時。スクリーンプロセスを利用したクイズを出題。スクリーンに、 映画や芝居の主人公のシルエットを映し出し、それを回答者たちに当てさせていた。1957年に、有楽町の読売会館にテレビホールが、完成してからは、同ホールでの公開放送となった。シルエットクイズ時代の前期には、ノンスポンサーで放送されていたが、後に、三菱電機の一社提供へ移行した。その後、百五十六年一月から、 花王石鹸の医者提供になるのに伴い番組は当時同社が製造販売していた合成洗剤ワンダフルにちなんだタイトルに変更した。なおテレビでは初の花王提供番組である。この頃には視聴者が電話とハガキで回答に参加するコーナーが人気を博していた。1962年6月1日放送の最終回ではさようなら ワンダフルクイズと名打ち、第1回からの回答者およそ70人全員をスタジオに招いての華やかなショーをパーティー形式で行う模様を放送した。当時今泉が NHK のお笑い3人組で共演していた3代目、江戸谷猫八と三遊亭子金馬も途中から参加し、賑やかな笑いを届けた。いずれもシルエットクイズを行っていた番組。 シルエットクイズに関するカテゴリー、ありがとうございます。